ディアへようこそ。はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。もうね、12月も17日ですよ。もうなんかさ、なんだろうね、こうなんかそわそわしてくるんだよね、年末。別に特にそんな忙しいわけではないんですけどね、まあ忙しいっちゃ忙しいんですけど、最近ね、僕いろんなお客さんに電話来るんですけど、もう気使っていただいて、お客様が、あ、すいません忙しいってことみんな言ってくるんだね。これ多分言い過ぎなんだね、ごめんなさい。もうお客様にを気使わせるってのも良くないね、気をつけます。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、しばらく高級ギターをね、また紹介していきますよ。今日も高級ギター、まあ言っときますけど、これアメリカ製のテイラーなんですけど、これ300番シリーズっていわゆる高級ギターの中のエントリークラスだよね。まあ、テイラーってご存知のように100番台、200番台、300、400、まあ、ずっとあるわけですけども、100番台、200番台は、メキシコ工場、そして100、200はやっぱサイドバックが合板だったりオール単板ではなかったりするんですけども、一部例があるのかな。基本的に300番台からアメリカ工場、そしてオール単板です。さあ、そして今日の答えはですね、 312CE の ES2 で、312って意外と少ないんですよ。300番台で一番やっぱり人気は314ですね。じゃあまず今日はね、細かい話で恐縮です。312と314って何が違うのって、まあ分かってる人は分かってると思うんですけど、ざっくり言うと大きさです。で、この312の方が314より少し小ぶりなんですよ。で、スケールも違います。ちなみにね、ちょっとさっき調べたんですけど、この312だと、正確に言うと 631.8mm、それに対して314は 647.7 ですから約16mm、 1センチ半ちょっと違うんだね。もう本当このぐらいの違いなんだけど、やっぱりそれもサウンドにやっぱ大きく違いが出てくるのかもしれません。そしてね、サウンドといえばやっぱりこの銅の深さね、この厚というか、これがね、312だと 104.8mm、 一番深いところだと思います。で、314だと117.5、 違いが 12.7mm、 まあ、こんなもんですよね。で、この違いがやっぱり特にサウンドではやっぱり同圧ってだいぶ効いてきますから、その辺が違うと思います。ですから、このギターどんな人にも言っているか、まあ、結論的なこと言うと、まあ、恐縮なんですが、やはり小ぶりですから、女性だったり小柄な方だったり、指で、ね、フィンガーピッキングがメインだったり、そういう人に向いてるかもしれませんね。かといってストロークプレイでかい音出したい人にも大丈夫。どっちみちエレアコですから、アンプでいくらでも でかい音出せますからね。さあ、そういうわけでこちら2015年製です。まあ、7年経ってるんですけど、まあ、全体的には非常に綺麗なんですけども、純正のハードケースもありますので、こちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところ見ていきましょう。テイラーね、 312CEES22015 年製です。まずは膝の上にちょっと置いて、ボディートップからね、えどうですか、綺麗でしょう。ちゃんとグロス仕上げで綺麗です。ほとんどね、ボディートップ傷らしい傷ないです。ただし、この黒いピックガードが、正直ね、これだけの定価、今現行品だと47万もするのに、なんかなんだろうな、ちょっとあんまり高そうじゃないんだけど、薄くて、で、薄いがために少しなんていうの、このところどころ微妙になんかエアが入っているような、そんな感じなんだよね。なんかピタッとついてないところはちょっと波打ってるみたいな、わかります、なんとなく。ほら、まあ、この辺はね、将来的にもうちょっと高級感あるのに変えたらもっと高そうに見えるかも。まあ、これ個人的なね、意見ですけども、そんな感じがします。はい、そしてこの ES2 というのは初期型と違ってサイドからピックアップついてるんですよね。最初のシリーズはアンダーサドル型でした。はい、こんな感じでございます。フレットに関してはそうだな、そんな減ってないですね。まあ、8割は残ってるというふうに言っていいと思います。エボニー指板です。まあ、この辺はね、やっぱりね、この価格帯ですから当然エボニーでないとね。さあ、そしてトラスロッドカバーも、これ木製なんでしょうね。はい、綺麗です、この辺綺麗です。はい、後ろにしてみましょう。はい、こんな感じ。特にヘッドも傷とかないですね。
ほら、この辺も全然綺麗、やや薄型です。はい、ちゃんとここにピンがついてますね。どうですか、ボディバッグも、ね、サイドバッグもサペリ短板、オール短板です。綺麗でしょう、全然傷とかないですよ。はい、サイドしてみましょう。サイドもこれ全然綺麗。はい、左から低音、高音、ボリュームね。はい、サイド、まあ本当状態はね綺麗です、素晴らしいと思います。さあ、そしてハードケースも立派な純正の、ほらこれ、ね、金属のゴールドプレートテイラーって入ってます。これ金のね留め金も非常に状態いいです。中も見てこれ、非常にいい感じの生地。これマーチンの生地と同じところが作ってるのかな、こんな感じですよね、色が違うだけで。多分同じところ作ってんじゃないの。ほら、ちゃんと書類も全部ついてます。全部ついてます。はい、ということで意外とね、あの数少ないんですよ、この312、小ぶりなタイプですね。よろしくお願いします。いかがでしょうか。まあ全体的にね状態はいいと思います。じゃあそう言っても現行ですね、いつものようにエリクサーのカスタムライト貼ってます。6弦の12フレット上で約 2.3 ですね、低いです。そしてナット幅44、少しねありますけども、その代わり薄いです。薄め、かまぼこ型の薄い感じですから、すごく握りやすい。さあ、まずはねスペックも言っていきましょうか。トップは、スプルース短板ですね。でサイドバックがサペリ短板、オール短板、そしてねエボニー指板です。この辺がちょっと嬉しいですよね。さあ、じゃあ音聞いてみましょう。まずはね電気通さないで生音ね。あのボディサイズがそういうわけでやや小ぶりなんで、そんなドカーンとは来ないけど、響きはね腹にすごく実は響いてます。やっぱその辺はオール短板だよね。ちなみにこの312のサイズがグランドコンサートっていう風にメーカーで言ってますね。で314をグランドオーディトリアムって言ってるみたいね。あのマーチンでいうとこのこのグランドコンサートってダブローだね。指で弾いてみます。サウンドホール真上、ブリッジより、よりじゃあピック使ってみます。どんな音かな、サウンドホール真上で。おお、ピックでいきなりキランするね。ブリッジより、おお、電気通してみましょう。こちらのねコントロールが、あのテイラーってすっげえ分かりやすいよね。この一番こっち、あのトップ側がボリューム、そして自分側が低音で、こ真ん中が高音っていう風にすごくシンプルです。じゃあ音を上げていきます。アンプは何もエフェクトかけてません。まず指で、なんか自然な感じだよね。でリバーブ一切かけてないんですけど、ナチュラル リバーブっていうか、ほら僕いつもほらかけるじゃないか、ついついコーラスとかリバーブいらないね。ピックで弾いてみようかな。ピックでもどうだ、いいね。でもそうは言ってもさ、ちょっとかけてみようか。ちょっとリバーブとコーラスかけて、ちょっとゴージャスサウンド。だいたいいらないって言われるんだね。じゃあまあ消します、うん、まあ、一応こういう音もねあるってことで、あともう一回。でもやっぱりあの何サイズ感がすごく抱えやすいというか、すごくいいですよね。
若干少しだけあるんですけど、44ミリでしたっけ。でも全然薄いから楽ですよね。もう一回生音で、やっぱ僕ね、いろんなギターほらご紹介してるじゃないですか。で実際自分のライブでも正直いろんな入ってきたギターを試しでね、自分のライブでも散々使ってきて、いろんなの使ってきたんですけど、正直音とか好みは別よ、もう客観的に弾いてて一番楽なのはやっぱ過去を弾いた中ではテイラーです。2時間ぐらいのライブでずっと演奏したライブあったんだけど、バッキングで一番疲れなかったのがテイラーだね。その次がオベーションのアダマスね。アダマスの V シェイプも細めで楽だったんですよ。でテイラーはちょっとそういう意味ではアダマスより幅あるんだけど、薄いからそれはそれで楽なんですよね。そういう意味でとっても、なんていうんだろうな、道具として、楽器として道具として考えた時にすごく使いやすいとか楽なギターなんで、僕は嫌いじゃないですよね。さあ、じゃあお値段って言ってみましょうか。もう一回生聞いて、これ生もだんだん弾いてきた。これ、ね、正直そんな使ってなかったギターみたいで、最初ね、さっきね、調整して弦張って弾いた時、俺生イマジなのかなと思ったんだけど、だんだん弾いてくると楽器って鳴ってくるんですよね。ね、今日 A さんですけど、最初鳴んなかったもんね。今結構鳴ってたね。ですから皆さんもお家のギターちゃんと弾いてあげてくださいね。弾かないでケース入れて半年くらいしとくと、ほんと寝ちゃいますから。ね、楽器ってね、ギターって寝ちゃうんだよね。だから僕だからいつも言うんだけど、あんまりハードケースなんか入れないようにと。ハードケースはあくまで運搬用、なるべくこうかけたり、まあ、最悪でもスタンドに、まあね、目に見えるところに置いとくと引くから、ケース入れると引かなくなっちゃうんだよね、大体。そしてね、多分僕の個人的感想ですけど、ギターも木でできてます。多分生き物なんですよね。ケースに入れて暗くしちゃうと寝ちゃうよ。我々もそうでしょ。暗いとこいたらね、カメラさんも A さん、暗いとこいたら寝るでしょ。眠くなるもんね。俺なんか最近もう本当にもうこんだけ歩くても眠くなるもんね、疲れてくるとね。年ですからね。その代わり朝は早いよ最近もう。朝最近さ、同年代の人多いでしょ。暗くても目覚めるもんね。目覚ましいらないからね。そんなことはどうでもいいです。さあ、今日はこちらテイラー大人気なんですけど、そんな中でも意外と数が少ない 312CE、 お値段発表でございます。ちなみにね、現行品はちょっとマイナーチェンジして、ポジションマークがちょっとだけおしゃれになったんだよね。でなんと現行品モデル、現行モデルは定価が税込み478,500円ですよ。50万近いと今312が。でちなみに現行のマーチの D28 がスタンダードが45万ですから、ある意味現行の D28 より高くなったというね。まあその代わり人気で売れてるんでしょうね。今アメリカではマーチンを抜いて、ギブソンも抜いて、アコギではもうナンバーワンですから、売り上げはね、テイラーさんはすごいです。さあ、そんなんですね、 312CE ES2 というのはこの2代目のピックアップシステムで、脇からってやつね。初代はアンダーサードだったんですけど、さあこちらがですね、お値段が先ほどの純正のハードケースがつきまして、なんと現行品が47万もするのに、なんと税込みで21万8000円です。今調べたところ一番安いと思います。よろしくお願いします。このテイラーの312っていうのは、最初に言いましたように割と314よりは数少ないんですよね。である意味レアなんです。でどんだけレアかっていうと、これシリアル番号で分かるんですけども、シリアル番号に全部ね、何年何月何日出荷か分かるんですよ。これ今日の答えだと2015年の5月13日出荷で、その5月13日時点でその年の2015年の70本目なんですよ。ね、ということは大体ですけど2日に1本しか生産しないんだよね、天下のテイラーで。だから数はやっぱ圧倒的に少ないんですね。5月13日時点で70本っていうことは年間150本でしょ、言ってね。ですから、まあ、圧倒的にやっぱり300万台買おうとしたら314なのかな、あるいは買った上ないのもあるし、でも圧倒的に314だと思います。ですからそういう意味で言うと、この312は数が少ないですから、将来的には
希少なギターと言えると思いますので、一つその辺もよろしくお願いします。ということで今日もですね、最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。また明日もよろしくお願いいたします。疲れた。